文教大学附属小学校文教大学附属小学校は東京都大田区東雪谷2の3の13に立地する私立小学校である。1951年開校日蓮の教えに基づき人間愛が教育方針文教大学の授業に宗教職はないが附属小学校では朝夕昼食時に日蓮の教授を昭和させている。また花祭り 三玉祭りなど仏教行事を行う。他の私立中学校を受験する児童も多い。1学年にクラスが導入されたため、1クラス25名くらいと、今現在は全学年が2クラスになっている。学校名は当初立正学園小学校、その後大学に教育学部が設置されたことにより、立正女子、大学教育学部付属石川大小学校に、男女教学生への変更に伴い、 文教大学附属立小小学校、同附属小学校だった、溝の口高等号に伴い今の文教大学附属小学校になる。附属小学校であることから、文教大学教育学部の教育実習生を数多く受け入れている。移動教室は文教大学の学生に補助を依頼している。なお、2007年度の教育実習生は文教大学の八ヶ岳寮で行われた。 移動教室に参加している。以前は、現在の石川大工の他に、溝の口工が存在していた。また毎年、玉川酒の会の白酒一斉保留に参加している。ありがとうございます。